FG ザンクトパウリはドイツハンブルクのザンクトパウリ地区を本拠地とするスポーツクラブ。同じくハンブルクを本拠地とするハンブルガー SV とのサッカー部門の対戦はハンブルクダービーとして激しい盛り上がりを見せる。ドイツ最大級の観楽街であるレーパーバーンの脇に本拠地となるスタジアムが位置している。サポーター層はハンブルガー SV より庶民的であると言われ、 その声援はより熱狂的である。激しく上下する成績スタジアム秋の売店1910年に創設。ブンデスリーが発足後は1977年に一部昇格を果たしたが翌年に二部へ降格。さらに降格した年も成績は低迷し三部にまで降格した。そこから徐々に這い上がり1988年に一部復帰を果たした。 一部在籍中に見られた同じハンブルクを本拠地とするハンブルガー SV とのハンブルクダービーは街を熱狂させた。その後も一部と二部の往復を繰り返していたが2002年に二部に降格するとさらに低迷しまたもや2シーズン連続の降格という不名誉な結果を残しレギオナルリーガへと降格した。こうした低迷期の中でも2002年にカップ戦で 世界王者であったバイエルンミュンヘンを破っており、サポーターを大いに喜ばせている。2006年にもカップ戦で4強にまで残った。その間にも着実に力をつけ、2007年には2部へ復帰、2010年には1部復帰を果たした。前半戦こそは11位と比較的大健闘していたが、0から1でアウェーながらも勝利した2011年2月16日の ハンブルガー SV とのハンブルクダービーを最後に一気に低迷し、再開に終わり、結局前評判通り、1シーズンで2部に降格した。しかし、序盤戦で失点を恐れない、有猛果敢なサッカーを見せたホルガーシタニラウスキ、監督の手腕が高く評価され、翌シーズンには TSG1899 ホフフェンハイムに引き抜かれる結果となった。二千十五年六月に、 アーセナル FC を退団したミヤシスケが3年契約で完全移籍。移籍金は契約満了のためなし。なしなしヒンメルマン30から27ゾビエフ3、ホルュン州16部バッタ15ネーリヒ7ソボタ28モラーデイリ14ブッフマン10ブハルズ9、アラニ1中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。